小塚選手です、お疲れ様でした。ショートを終えていろんな音感情がある表情だなと感じたんですが、今どんな気持ちが大きいですか？そうですね、やっと気が入ったなっていうのをすごく自分自身の中で感じたっていうのと、あとはやっぱりまだ練習不足だなって、もっとこう練習をしなきゃいけないっていう意欲が出てきたなっていうのと、あとはまだ明日ある、しっかり戦わなきゃいけないっていうふうに思ったのと、いろんなことがこう自分の中を駆け巡ったかなと思います。ただその気持ちで言うとかなり手応えも大きいですか？そうですね、これだけ本当に多分1週間しか練習してないので、気持ちだけかと思うかもしれないですけども、この気持ちっていうのはすごく僕にとって大きなことだと思ってて、それがね、やっぱりこれだけミスをしたのに点数に、ね、ある程度これだけの点数が出てるっていうのは、何かこう感じてもらえるものがあったんじゃないかなと思うので、とにかくこの気持ちを忘れずに明日もしっかり試合をして、で帰って練習をするということが今一番かなと思います。改めて明日のフリーへ向けての意気込みお願いします。そうですね、これでは満足はいかないので、とにかく攻めて攻めて、4回転もだいぶ良くなってきましたし、本当にアクセルなんかはすごい綺麗だったと思うので、本当に小さなミスをしないことということがまず一番なので、とにかく思い切ってしっかりやっていきたいと思います。明日も期待してます。ありがとうございます。頑張ります。